インクスタート。はい、どうも、瀬中です。今日もメモでデフやっていきたいと思います。今ですね、この間違えた、これですね。このイベントをやってて、このコートオブミッドナイトとかなんか他の武器、今集めて育てようとしてるんですけど、全然集まらないですね。長期を安定してクリアできないのもあるんですけど、なんかもう進化に必要な素材の量がもう尋常じゃなくてですね、本当に残りの時間でできるのかっていう、一生懸命やってはいるんですけどですね。で、これをやってみて、武器ガチャなんですけど、仮に星4が出ても相当しんどいんじゃないかなと思いまして、ちょっと武器ガチャはしばらく見送ろうかなと思ってます。で、今普通のクエストはまだ全然進めてなくて、ちょっとイベントばっかりやってたので、なので、石ダイヤなのかな、もう全然集まってないんですけど、ちょっと今のパーティー紹介だけしてからちょっとキャラガチャを回そうと思います。ですね、アスナはとりあえずレベル80になったんですけど、いろいろソウルボード的なやつですね、ちょっとまだ全部解放しきれてない感じです。で、ステータスはこんな感じなんですけど、つけてる武器が今はどれなんだ、これですね。これ全部今のイベントの武器と防具とアクセサリーなのかな、なんですけど、これを星4にできる日が来るのかちょっと怪しいところですね。で、この前出たリーファなんですけど、前の動画で結構やっぱリーファおすすめだよってことで、今まだ、ごめんなさい、頑張って育ててる途中です。で、リーファもまだ全然開いてないので、ステータスもまだちょっと低いし、最後のスキルですかね、もうまだちょっと解放しきれてないです。で、武器もあれですね、今のイベントの武器となんかどっかしらで出た防具つけてます。はい、もう一人は配布のアスナなので、ちょっとこれは今回スルーさせていただきます。で、ちょっともうちょっとパーティーを強化したいなっていうのと、で、僕ガチャ入れ替え来ると思ってたんですけど、全然そんな感じじゃなかったみたいで、なんか前はSAO のキャラの確率アップしてたんですけど、今は ALO のキャラの GGO か確率がアップしてるみたいで、どんくらいアップしてるんだろう、そういうの書いてないのかな。2倍、出現率が2倍なんですね。ってことは 8% ってことなのかな、ちょっとわかんないんですけど、結構この3体、今リーファは出たんでいいんですけど、リセマラ中シノンも出ましたし、結城も結構アニメの中では好きなんですよね。
まあ好きなキャラばっかなのでちょっと回していきたいなと思います。それで11連だとなんかあのレア度高い順にしか出ないみたいで、まあちょっと本当かわかんないんですけど、なので一番最初にレインボーとかですか、星4が出なかったら出ないみたいな感じらしいので、ちょっと単発で、まあ今はちょっと石もないんですけど引いていきたいと思います。では1回目いきます。はい、まあ、なんか確定演出がなくても一応出ることはあるみたいですね。全然回してないんで、ちょっと新しいキャラばっかですね多分。2回目いきます。あの最初の顔もとりあえず笑ってた方がいいのかな。めぼしい情報、なかなかの品揃えだよ。リセマラとかやってて、まだ僕確定演出ないのに出たことはないんですよね。はい、じゃあ3回目。これまでもこれからも君は私のヒーロー。まあやっぱ笑ってないとダメなんですかね。4回目ですね。はい、全然顔笑ってないもんな。お前も領地を捨ててレネゲ。はい、じゃあ5回目。ダメだな、まあ、つまりあれですね、白猫で言うと金マント銀マント的なやつなんでしょうねこれ。オレッジを誰だと思ってる。はい、もう何回目かちょっと喋ってたらちょっと笑ってなかったら飛ばしていきますかね。誰かを守ろうと思う意志大事なの。はい、すぐなくなるなこれ。あーダメだな、いや前が運良すぎたんですよね。そうだ、俺はあと2回ですね。うわ全然笑わないこの子マジ。チーズケーキ。ラストです。いや11連の方が良かったかな、頑張って。あとりあえず笑いましたね。いや頼む、最後に。なかなかの品揃えだよ。はい、まあこんな感じで終わりましたね。まあ、確率アップといっても星4自体が出やすくなってるわけじゃないと思うので、まあ、今の持ちキャラはこんな感じですね。持ちキャラっていうのかな、持ってるキャラクター、とりあえず今は持ってる星を3人で頑張っていきたいと思います。はい、ちょっと最近結構頑張ってやってるつもりなんですけど、まあやっぱ2個ゲーム併用するのは慣れてないので難しいですね。まあ今やってるのが白猫とこのソードアートオンラインのメモリーデフラグだけなので、まあぼちぼち、まあ、2つのゲームで楽しんでいけたらなと思います。ちょっとこれは頑張って続けていこうと思います。では今日はこれで、バイバーイ。